劇場内クレイジーホースはフランスパリにある世界的に有名なキャバレーである。観光ナイトスポットとして数あるパリのナイトクラブの中では老舗の一つである。扱うテーマは女性のヌードであるが演目は芸術性を伴ったストリップショーやバーレスクショーであり他のテーマを扱う同類のものとは一線を画している。その開業からの歴史は 半世紀以上となっており数多くの観光客を動員し続けている。1951年創業者であるアラン・ウェルナルダンは芸術性を伴った女性のヌードショーを見せるという着想を思い立ちクレイジーホースサルーンを開業させた。現在の原型となるショースタイルは1960年代に確立し、それは当時の先進的な芸術を取り入れたものであった。 このルードショーのマコッチョウは、巧みな照明技術により、女性の裸体をキャンバスのように捉え、万華鏡のようなカラフルかつシャープな模様をダンサーの肌に映し出していることであり、その美しさとエレガントさこそが、世界的に有名となった。ショーの中で同時に演じられる演目も、世界中の一流のマジシャン、パントマイムなどのパフォーマーが選ばれており、その出演者の質の高さと伝統は、 現在に至るまでも続けられている。開業50年を記念してクレイジーはアメリカのラスベガスの MGM グランドホテルに内装もステージもパリに完全に一致、再現させた姉妹店を2001年にオープンさせている。オープン当初はラファムとの名称だったが2007年にはクレイジーホースパリと改称している。ありがとうございます。